はいはいはい、どうも皆さんこんにちは、ビーズやばいよと申します。はいはいはい、はい、どうも始まりました、ビーズの、サマナーズボー実況プレイ動画でございます。はい、のっけからちょっとですね遊ばせていただきましたが、いやー久しぶりですね。ちょっとカイジ福田さんの、カイジ福田さんっていう、実況主さんがもともといらっしゃって、今ちょっと引退されていないんですけど、サマナーズボーの。そちらの方好きで、自分が。で、久しぶりね、ちょっと見させていただいたんですね。過去上がってる動画を。うん。で、やっぱね、面白い。喋り方もやっぱ面白いし、あとね、やっぱトークがね、面白いんですよね。自分に全然真似できない、到底真似できないぐらいの引き出しを多さ持ってて、やっぱすげえ面白いなと思いました。うん。戻ってきてくんないかな、本当に。と思っちゃいますけどね。はい。ということで、今日はですね、ちょっと3点ほどかな、ちょっと話させていただきたいことがありまして、ちょっと、トークが、最初のトークが長めになります。まずですね、1点目が、まずマイクを買いました。はい。で、マイク買ったんですけど、すごい安物なんですけどね。安物なんでちょっとあれなんですけど、効果が、どの程度あるかわからないんですが、マイクを買いましたと。で、なんで買ったかっていうと、自分の場合編集結構ガッツリやって、で、書き出すっていう、動画に強くするっていう作業があるんですよ。で、その作業をした後に、チェックをするんですね、自分で。うん。で、自分で自分のその動画見て、自分の声聞いた時に、すげえ聞きにくいなと。こんなん、見ていただいてる方にですね、こんなひどいやつ出しちゃ申し訳ないなと思いまして、本当に。で、ちょっとそれが少しでも改善できればいいなと思って、その願いを込めて、マイクを買ってきました。はい。ただ、本当に安物なので、どの程度効果があるかは、ちょっと今回作るこの動画で、見極めてみようと思っております。はい。今まではね、逆に、スマホ単体で録画してたんですけど、そういったことも今はできますよっていう便利な時代でしたね。時代でしたねっていうか、時代ですけどね。はい。それがまず1点と。で、2点目がですね、キックさんが主催されますですね。されますですね。ヒカキン、ハイカキンか。ヒカキンじゃないや。ハイカキンですね。ハイカキンギルド。こちらの第2回目がですね、実装じゃない、実行されるということで、はい。で、それにですね、ちょっと僭越ながら私もですね、お邪魔させていただくことになりました。はい。第1回目がやってる時は、当然自分は見てる側で、配信なんて全くしてなかったんですけど、本当になんかすごい、夢のこう、配信者の方がですね、こう、夢のこう、共演をされてて、すげえいいなと、すげえ面白そうだなと思ってました。はい。なので、その時の自分からしたら、まさか自分みたいなこの弱小のですね、実況主がですね、実況主というのもちょっとおこがましいんですけど、お邪魔させていただくことができるとはちょっと思ってなかったので、本当ありがたいですね。ありがとうございます。本当にありがとうございます。で、一応行く期間としては2月の11日から2月の24日かな。うん、2週間ですね。2週間行かせていただきます。はい。で、メンバーはですね、ちょっとまだどういった方が来るかっていうのがちゃんと分かってないんですけど、楽しみですね。っていうのも自分そのサマナーズの他の方の動画ってあんまり見てないんですよ。で、見てない理由って何かっていうと、もう大きなところが一つあって、単純にですね、真似ちゃうっていうか、似ちゃうんですよね。うん。で、さっきのカイジ福田さんとかいい例で、似ちゃうんですよ、どうしても。面白い人のやつって、似ちゃいたくなっちゃうんで、ついつい。なので、手持ちとかも含めてね、それは。うん。なので、似せたくないので、なので見てないってとこがあって、単純にその嫌いだからとか、そういうわけじゃないですよね。はい。なので、ちょっとそこで行かせていただいて、ちょっとサマナ談義とか楽しめばいいかなと、思っております。はい。で、3点目、ちょっと長くなってしまった、申し訳ないんですけども、3点目はですね、前回、前々回、前々前回、なんていうの、前々前世じゃないですけど、なんていうんですかね。つまり言いたいこととしては、石蓮とか、あと、クンダを今私の主力として、今一番愛してるキャラクターなんですけど、言わしてみれば。言わしてみればっておかしいですけど。なんで、こいつら結構マイナーキャラクターだと思うんですけど、こいつらもバリバリ使っていこうと思うんですよ。っていうのも、なんでかっていうと、面白いから使いたいんですよね。使ってて。はい。その本当に今まではですね、ちょっといつかの動画にもお話ししてしまったお話なので重複してしまうんですけども、今まで本当に勝ちにこだわって結構ギルバートやってたんですけど、
やはりね、面白いパーティー使いたいんですね。面白いパーティー、面白いキャラクター使いたいなと思ってて、なんでそういうちょっと思考に変えていきたいなってところで、いろいろキャラクター作っていこうかなと思ってます。はい。で、もしなんかこういうキャラクター使ってみたらどうとか、ありましたらですね、ぜひぜひこう教えていただければなと思っております。コメントなどで教えてください。まあ今ちょっと餌がないので餌不足なので、事務所無課金なのでなかなか餌も作れないんですよ。というところで、しばらくはちょっとくんだくんと石蓮、こいつらをですねレギュラーとして使っていくような、動画になってしまうと思うんですけども、よろしければお付き合いください。まあでも次回というか次に星6にしたいちょっと面白いキャラクター、面白そうなキャラクター、誰も使ってなそうな、キャラクターの候補はおりますので、そいつは多分近々出てくるんじゃないかなと、思っていますので、お楽しみにされてくださいって大変ですけど、お試しいただければと思います。はい。というところですかね。はい。でちょっと長くなってしまって申し訳ないんですけども、今回の、お相手さん、ギルドバトルのお相手さんは、パルさんですかね。パルさんです。はい、多分初見かもしれないです。あまり、当たったイメージないんですけど、やっていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、では1戦目やっていきましょうか。で1戦目はですね、まずはこちらの方、緑ゲージのマンタの方いくらかいらっしゃるんですけど、見させていただいたところはちょっと組んだとかね、石蓮使いにくそうな感じだったんで、ちょっとすいませんが半分減っちゃってますけど、行かせてください。半分減ってるところすいませんね、ギルドの方。なんでこちらまずこれですね。1戦目はもうあれですね、もう間違いなく、ちょっとマイクの調整、1戦目は間違いなく、あれでいきます。はい。でジャンヌもね強くなったみたいですけど、ジャンヌは元から強かったんで、さらに強化されたっていう感じだと自分は思います。はい。でここに、2戦目はですね、まあ、ガロ先生はちょっと寝ててもらってで剥がしいるんでちょっと怖いんですけどね、怖いですけど、まあそれ言ってもしょうがないんで、使っていきましょう。でセント君かな、セント君入れて、でまあ噂の君だと、噂の君だを入れていくと。はい、これでお願いします。まあどっちもね、正直もっといいパーティーは自分持ってるんですけど、持ってるっていうか、もう少し勝ち、なんだろう、勝率が良さそうなパーティーはいるんですけど、まあまあ面白そうなやつやっていきましょう。はい、楽しんでやっていきましょう。まあまずは水イフがちゃんとしてくれないと楽しめないんですけど楽しめないですかね。まずは石蓮に攻撃しないでほしいんですけどね。水イフがやめてよ。よしよし、そっちだっていいぞ。多分ジャンヌは入らない。よし、 OK。 抵抗高いんでジャンヌは入らないと思います。思いますって思ってました。あ、これ失敗したな。これ先に1000人のあれ打たせるべきで、あ、よかったですね。とりあえず結果オーライ。結果はいいっすね。いいっすね。いいっすよ。いいでしょう。これですよね。ダブル反撃。熱いですね。いや、これがあるからたまんないですね。これがあるから本当にね、もう、ついやっちゃう。ついやっちゃうんだ。ついやっちゃいますよね、これね。うん、よいしょ。はい、大丈夫です。はい、スタンを見舞いしていくと。割と初手で水リフのトリプルがですね1年来て、そこからあの暴走されてですね、立て直せずにこう落ちちゃうってことはちょいちょいあったんですよね、今までこの感じのお相手さんに。でもそれがなければ大体いけますね、大体いけます。うん、でもっといっちゃうと途中で1年落ちても結構勝てます。今までの感じだと、はい。そんなね、こんな一応実戦の何だろう結果がありますね。うん、いいっすね。いや強い。さあこっちですね。さあまず剥がされないことが大事。オッケー、いいっすね。剥がされない、剥がされない雪男。分厚い毛皮を着てるぞ。これで剥がされないですね、間違いないです。でまずはセアラから抜いちゃいましょう。アボンからどんどん抜いていきましょう。まあオリオンボーイも嫌なんですけど、まずはセアラかな。組んだってバフっていうかスキル3使うと2個バフ乗るじゃないですか。うん、なんでこの免疫剥がさなきゃいいですよね、最悪っていうフラグを回収したくないんですけど、やめろよ。おお、抵抗毛皮が厚い、毛皮が厚いですね、素晴らしい。まあ運ゲーですけどね、運ゲーですけど、まあサマナゾーって結構運ゲーだと思うんで自分は。おお、やってこい、やってこいよ、やってこい、やってこいよ。煽っていく、煽って、おー、やめろ、それやめろ、お前も暴走すんな。これでも余裕ですね、超余裕ですね。で組んだ今ヒットポイントにガンブリしてるんですけど、まあ防御のショット振ってますけど、防御と抵抗はちょっと振ってるって感じのセダスなんですけど、
まあ明日じゃない、今週末にあのルーン会場が来るじゃないですか。でそこでちょっとね、あの防御ぶりも試してみようかなっていう気がしてます。うん、まあ、っていうのもあのギルメンの方で、カラーのギルメンの方でですね、その組んだ、が、まあ、その防御ぶりでもいいんじゃないかなっていう話をちょっと、してましてですね、で、うん、いいですね、抵抗高い抵抗が高いオーディオの的中が低いのかな、もしかしたら。うん、で防御ぶりにしてみて、まあ、スキグさんの正直反射ダメージって大したことないんですよね。大したことないんで、そこに期待するよりもはですね、モートでいいかな。スキル2のダメージで、まあ、倒していき、倒していったらどうかなと感じましたけど、大事なところで。はい。ということで、ありがとうございました。はい。で2戦目ですね。2戦目は、まあ、さすがにちょっとこれはきついので、さすがにちょっときついんでね、申し訳ないですけど、ちょっとくんだくんは寝ててもらうしかないですね。ベンチで寝ててくださいと。ベンチを温める、マスコットキャラクターになれないけど、まあ、なれるように頑張ってねっていう話ですね。よくわかんないですね。はい、すいません。まあ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 、どうしようかな。まあ、回復いなくてもいいかもしれないですね。まあ、やっていきましょうか、これで。まあ、そうですね。セクメトじゃない、ハトホルリーダーで、これでいきましょう。お願いします。本当はね、クンダをもっとガシガシ使っていきたいんですけど、なかなかやっぱね、その、うん、ゲージ状況とかも考えるとちょっと辛いところありますよね。まあゲージ半分減ってるとこ行ってもいいっちゃいいんですけどね、行ってもいいっちゃいいんですけど、なるべくまあそこは避けながら戦いたいですね。なるべくでここであれが入んないことは大事よ。 OK 入らない、さすがジャンヌ。やっぱジャンヌ強いですね、本当に。ジャンヌがなぜなんか弱いキャラみたいになってるのか、まあなってない、今はなってないかもしれないですけど、なんかそういう風潮があったような気がするんで、そういう、それはもうさっぱり自分には分からないですね。普通に強いですね、ジャンヌって。まずはこの自己要因からぶっ飛ばしていきたいですね。アナベルガトーからぶっ飛ばしていく。ソロモンよ、私は帰ってきたと。はい。わかる人しかわからない。はい。そういう方ですね。はいはいはい。はいはいはい。いいシリーズでぶっ飛ばしていきます。と、回復される前に倒すといいですね。素晴らしい。まあ、アナベルもね、ほんと欲しいんですけどね。ほんとに欲しいんですけど。なかなかね、順号出ないですね。結構ガチャ引いてるんですけど、これでも。ライカからいこうかな、そしたら。風パンがちょっと破壊されちゃったのがちょっと痛いですね。ちょっと痛い。で、これ速度、よし、速度減速が入っていきますですね。で、ここで一回風パンちょっと危ないんで、これかけていきましょうか。よし、いいですね。まあ、相手に免疫がいなければ、ジャンヌはかなり活躍できるキャラクターだと思いますね。よし、いいダメージ。いいダメージ出てますね。これでもう、クムヌはもう、息も耐え大くんなんで、耐え大くんなんで、まあ、一回殺しちゃいましょう。で、ガガガってやっていくと。倒せたりするかも。倒せなかった。倒せたりするかもと思ったけど倒せませんでしたね。はい。そういうこともありますね。で、結構減っていくと。よし、ターンを引いていく。まあ、ここ別にバフかけなくてよかったですね。そのまま殴っちゃってもよかったですと思います。はい、大丈夫です。でこっちはすいませんが、シルビアがいたら自分はもうレオ先生を使っていこうといつも思ってるので。スタンがそこに入ってくるか。まあ、大丈夫です。まだ大丈夫ですね。ハトホルがいるんで。これが決まってくれればもう何も問題ないですね。うん、まあいいでしょう。寝てる間にもうボコスかボコスかやっていきましょう。ボコスかボコスかやってしまって、さっさと抜いていきましょう。で、水湯に入れていくと。うん。まあ、このパーティーもまあちょっと全部順号なんであれなんですけど、あまり見ていて面白いものじゃないかもしれないんですけど、まあシルビアどうしてもやはりレオは使いたいですね。うん。個人的には。レオ先生がもう大活躍しますね。シルビア相手にするときは。で、大体もう、まあ、なんだろう、この水風も、まあ強いんですけど、うん、まあ、正直、レオ入れは別に大したことないなっていう感じの。もちろん暴走とかされて負けることはありますけど、まあそういったらもうしょうがないんで、まあ大体アップしますね、レオ入れだけでも。このシルビアがいるパーティーって。大体ね、大体。全部が全部とは言わないですけど。はい、ありがとうございました。ここにギアナとかいたら大変なことになりますけどね。はい、ありがとうございました。はい、では最終戦やっていきましょうか。最終戦はちょっとゲージがちょっと減っちゃってるんですけど、こちらの方お願いしようかなと思います。ちょっと残りのとこがね、ちょっとほんといけないんですよね。申し訳ないですけど、ギルメンの方には。で、1戦目ですね。2戦目は、まあまたこれでいきます。はい。で、2戦目ですね。2戦目じゃない、1戦目だ。1戦目はですね、1戦目ここで組んだ先生を教えていきましょうか。はい。私の最近の一押しキャラクター。
で別にこの IT さ OS さんに相性がいいとはちょっとも思わないですけど、まあいいでしょう、面白そうなんでやっていきましょう。でまあアボンでチャンスメイク狙っていけばいいかなと思うんですけど、倒せんのかなこれ倒せる感じがあんましないんですよね。っていうか風姫にしましょうか。剥がしを入れるって意味でエラードでもいいんですけど、迷いますけどね。相手の OS さんのキャラクター全部体力高いんで、で風姫がいるんで、まあ、1000人もいるし、だからしばらく持っていけないですよね、多分これね。持っていこうと思っても持っていけない、かなり長期戦になることが想定されてしまうんですけど、まあ、見せ場がなかった場合はカットしようと思います。ということでこれでいいかな、そしたらいやワンチャン、まあワンチャンですね、ワンチャンやっていきましょう。これでいきましょう。はい、これお願いします。組んだ先生は、まあ、本当は対セアラなんですけど、まあ風猿とかも破壊積んでる場合が多いと思うんですよね。なんで あんまりこういう局面では出さない方がいいかもしれないですね。やってみましょう。おっとちょっとチャットが来ましたが、ちょっと今撮ってますよってことですいませんと。でこれも減りますけど、まあまあ大丈夫ですね。さすが組んだだ、なんともないぜとそういう感じですね。なんともなくはないですけどね、なんともなくは全くない。でちょっと危ない、むしろちょっと危ないですね。むしろちょっと危ない。よし、これでまあ、なんともないぜと。ただまあ、大石さんも硬いんで、そう簡単には落ちないでしょうね。大丈夫です。で免疫の切れ間、あ、ここ、ここ、ちょっとチャンスですね。ここチャンス。私はレール絶無理っす。今無理っす。お、いいっすね。組んだ先生いいっすね。つまり、ちなみにですね、ちまみにって言ってしまった。ちなみに、あ、いいっすね、いいっすね。今のスキルには、2ターンに1回打てるんで、回転率いいです。はい。回転率いいですよ。いいじゃないか、組んだ先生。活躍しましたね。素晴らしい。で、あとはまあ、どっちでもいいですね。どっちでも同じです。もう、こっから負けることはありえないですね。いやー、でも本当にね、使ってて面白い。なんか最近、ちょっと自分で気づいてきたというか、思ったんですけど、自分自身のことで申し訳ないですけど、結構個人的にですね、反撃キャラクターが、反撃持ってるキャラクターが結構好きなのかなとかちょっと思っててですね、まあなんで、これから作るキャラクター、まあ、もちろんその順号とか出たらその限りはないんですけど、これから作るキャラクターもですね、わりかしその反撃スキル持ってるキャラクターとかをですね、重点的に使っていくというか作っていくことがあるかもしれないです。はい。で実はその先ほどちょっとオープニングでお話した、次に作ろうと思っているキャラクターは考えてるっていうお話を、させていただいたと思うんですけど、そのキャラクターっていうのも、まあ、反撃スキル持ちなんですよね。あんまり誰も使ってないんじゃないかなっていうキャラクターなんですけど、で自分も使ってみるのはもちろん初めてなので、使用感は本当にその、使ってみてこれは弱いなと思ったらちょっとルーン解除しちゃうかもしれないし、まあそもそもスキル前にできないとちょっと使い勝手がだいぶ悪そうなキャラクターなので、まあ後々ですね。なのでちょっとスキル前になった状態で、実際実践してみて、ちょっとこいつは使えねえぞとなった場合は、もしかしたらちょっとね、そう攻撃になってしまう悲しいキャラクターに、なってしまうかもわからないですね。はい。反撃ってやっぱ面白いですよね。まあ自分っていうか単体で反撃する分には別に普通なんですけど、やっぱ2対3体でこうガガっていくときって一番面白いですね。オッケーオッケー、いいですね。さすがジャンヌスキルですね。スキルじゃねえや、いいっすね。さすがジャンヌパッシブですね。素晴らしい。言うことないですね。ギルバト限定とはいえ、これ確か50何パーあるじゃないですか。すごくないですか50何パーって。いやーマジ吹っ飛んでますよね。まあオーディオン回復されちゃいますけどしょうがないですね。まあこれはいいっす。で、シールドついちゃってるんで、こっちから行きましょう。で、起こしてあげましょう。OK です。おっと、怖い怖い。それはやめて、スキル2のパッシブじゃない。縦割りだけはやめてほしいですね。それはご勘弁いただきたいと。おっと、スキル、これパッシブじゃない。縦割りが入ってくると。ちょっと痛いですね、これね。ちょっと危ないぞ。落としちゃ痛いけど、落とせるかな？どうかな？落とせませんと。これ危ないですね。石にちょっと危ない。でもここで、決めてくれるのが石田の強いところと。はい、かっこいいですね。素晴らしい。いやー本当にね、いいっすよ石田。
で、石田を前の、前か、2個前かちょっと忘れたんですけど、動画でですね、まあ、男の子だっていう話をさせていただいたと思うんですよ、性別がね。で、その話っていうのは、まあ、とある、その、信用できる消息筋からちょっと聞いた話なんですよ。自分で調べたわけじゃないですけど、で、ちょっとそれが本当にそうなのかっていうことが気になって、気になるじゃないですか、やっぱり自分が推してるキャラクターの性別って。なので、自分自身でですね、運営様にですね、ちょっと聞いてみたんですよね。うん。で、何回か運営さんにですね、2回ぐらいかな、今まで。まあ、さっきの、石井の件を含めて3回ぐらい、問い合わせしてるんですけど、その前2回はですね、まあ、イエス、ノーで答える話だったんで、あれだと思うんですけど、すぐに返答返ってきたんですよ。うん。ほんとすぐに返ってくる。運営さんに打診出したらですね、8時間ぐらいも返ってきちゃうんですよね、返信が。すごいレスポンスいい運営さんなんですけど、それで石田の性別は男性ですか女性ですか、まあ、これはちょっとテロップかなんか出そうと思うんですけど、それ聞いたところですね、返答返ってきまして、こちらです。はい、ということで男性でした。はい。いやー、石田はまあね、あれですけど、あの変幻じゃないや、あの、なんつ、覚醒前の姿。あれってすごい女の子っぽいんですけどね。どうしたんですかね、本当にね。わかんないですね。まあ、エルフレンジャーっていうぐらいなんで、まあ、エルフの世界いろいろあるんですね、きっとね。うん、そういうことにしていきましょう。はい。ちなみに別はね、私は一つだけ断っておきますが、私は女の子が好きです。男の子は好きじゃありません。でも、石田は好きです。はい。ありがとうございました。何を言ってるんだってね。まあそういう話ですけど。ということで、まあまあ、ありがとうございました。はい。で、まあ、あと2つぐらいで、今ちょっとエンディングトークという形でさせていただくんですけど、2点ほどちょっとまたお知らせがありましてですね、長いよっていう話なんですけど、申し訳ないです。よければお付き合いください。ですね、言ってまず1点がですね、まあ私、まあ編集に力を入れて、まあ、動画を作らせていただいて、アップさせていただいてるんですけども、まあちょいちょいその、例えば、シゲでこう、惨劇やったりとか、まあ、あとはセーラーでこう、アボーンってやったりとか、まあそういった部分で、自分でちょっとそういうエフェクトを作ったりして遊んだりしてるんですよ。で、それでまあ何か、その特定のキャラクターが、特定のキャラクターのこういうなんか、エフェクトを作ってみたらどうとか、例えばなんですかね、例えば、うん、まあ、石田だったら弓矢なんで、弓矢のなんか、なんでしょうね、奇跡のなんかエフェクトとか、まあ、わかんないですけど、自分で言ってたら何言ってるかわかんなかったりましたけど、なんかまあ、そういうなんか、もしアイデアみたいなのありましたら、できる範囲で実現したいなと思ってまして、まあまあ、なんかありましたらお願いしたいなというところは言ってると。で、もう一点はですね、すごいまあ、これお願い的な話にまたなってしまって申し訳ないんですけど、まあ、今、まあ、チャンネル登録を本当にしていただきたいなってところがあって、まあ、よければね、気に入っていただけばの話なんですけど、あと、いいねボタンとか、高評価とか、あとそのコメントとか、すごい嬉しいんで、すごい助かってるんですけど、まあ、一つの指針として、その、チャンネル登録者数が今、だいたい700弱ぐらいだと思うんですけど、そこがですね、まあ、私、パチンコやってる、パチンコやってるっていうか、パチンコを作る仕事をしてたりするもんなので、まあ、それにちなんで、ラッキーセブンですね、777、はい。こちらの人数になりましたら、何かこう、オーダーがあればですね、それを実現したいなと。一時期トラーさんがやってらっしゃったと思うんですけど、まあそれに全然規模は届かないんですけど、全くもって。まあまあそれ置いといて、なんかそういうこう、ね、なんか、見ている方がこう参加していただけるような、なんかそういうイベントがあったらいいなと思いまして、まあそれは例えばなんだろう、オフ会をするでもいいし、まあ自分関東なんで関東限定になってしまうって申し訳ないですけど、それに関しては。まあそういったものでもいいですし、なんでしょうね。まあ、顔を出せと言われても、トラさんみたいに私はイケメンでもないし、おっさんなんで、ちょっとそれは、なかなか難しいところあるんですけど、まあ、誰得なんだってところもありますしね。はい。まあ、なので、できることとできないことがあって申し訳ないんですけど、なんかそういったことができたらいいなとか、ちょっと思ってます。はい。まあ、そんな感じですかね。はい。ということで、ありがとうございました。また次回もよろしければお付き合いください。どうもここまでご視聴ありがとうございました。お相手はビーズやばいよでございました。はいはいはい。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。